皆さんこんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの PR スタッフ大先生こと工藤と、今日も自分にグーパンチ PR 部の谷美久です。イエーイ、はい、はい、というわけでですね、今年2019年の9月7日をもちまして、はい、我々イーヤホンが12周年を迎えることになりました。おめでとう、おめでとう。はい、まあ、このチャンネルで僕これ言うの2回目なんだけど、そうですね、まあまあ、はい、12周年ということで、はい、いろんな、キャンペーンだったりとか、はい、記念商品だったりとか、はい、もろもろ出てるんですけども、そうです、まあ、そんな記念商品の一つとして、はい、あるものが登場いたしましたので、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、それがこちら、じゃじゃーん、イヤホン12周年記念 T シャツと、もう一個と、はい、じゃん、イヤホンとピエール中野さんのコラボ T シャツです。やってー、やってすごいことになりましたね。いいバイブスですよ、いいバイブスですよ、はい、いやいやいや、まあ、そんな感じでですね、はい、商品2個出たので、はい、こちらをご紹介していきたいと思うんですけど、はい、まあ、まずこれはね、毎年おなじみというか、そうですね、毎年作ってるんですけど、実は、うん、イヤホンの周年記念 T シャツということで、これはね、今までずっとイヤホン内製のデザインだったんですけど、うん、今回ちょっと変わってるんですよね。そうですね、うん、こちらですね、ロックンロールユニットミルクタブをはじめ、数多くのアーティストやアニメ、ゲーム作品のアパレルをリリースしているスタジオ6963デザインのコラボデザインとなってるんですけど、うん、すごい、はい、かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい、ちょっとロックなデザインですよね、うん、なんかそういうさ、フェス系のイベントとかのこう、ね、イベント T っぽくもあるし、うんうんうん、なんかライブ T っぽさもちょっとあって、なんか普段着でも全然着やすそう、うん、なんか音楽好きとしてもこう、うん、刺さる感じの、なんかこうよくある感じをこう連想させるようなそうですね、やっぱさすがそれそういうの作ってきてる ね、 ねだけあってね、はい、非常に良い仕上がりになってて、はい、でね、うん、以前この間やったポタフェスとかでも実はスタッフが周年 T シャツ着てたりしたんですけど、はい、あれはまあスタッフ用モデルということで、なんか黄色いね、黄色にピンクっていうちょっと派手なやつだったんですけど、はい、これはまあ黒地に白グレーのなんかこうモノトーンな色使いということで、うん、普段使いにも非常にね、はい、合わせやすい感じになってるんじゃないかと思います。はい、はい、続いて、はい、続いてこれですね、こちらは何ですか。これはですね、はい、ピエール中野さんの大人気グッズとして販売されている他人の曲で大盛り上がり T シャツ。他人の曲で大盛り上がり T シャツ、はい、それをイヤホンバージョンとして、すごい、そう、カラーもイヤホンのカラーになっててオレンジなんですよね。普通は普通は白黒とか、あ、まあ、いろいろなんか、うん、グッズに応じてそうですね、あるんですけど、大元は白黒とかなんですけど、オレンジは多分初じゃないかな、イヤホンとして、はい、めっちゃいいじゃんそれ。嬉しいですね。でこの、うん、いいバイブスって書いてくれてるんですけど、うん、これ本当はセイバイブスって書いてて、本来はね、イヤホンバージョンになってて、これも全部ピエール中野さんの直筆ロゴっていうことで、はい、これなんかよく見かけますよね、はい、貴様が書いてる、貴様のこれ、これ貴様のこれが載っている、載ってます、はい、そしてそうなんですよ、うん、で、まあ、他人の曲で大盛り上がり、うん、どこに書いてるんだという確かにところなんですけど、はい、なんとなんと立ちます、はい、じゃじゃん、あらイヤホンで大盛り上がりになってるじゃないですか。そうなんですよ、すごい、イヤホンで大盛り上がり T シャツじゃん。そう、イヤホンで大盛り上がり T シャツになりました。嬉しい、嬉しい、めっちゃいいねこれね、はい、うん、これだからね、なんか皆さんよくフェスとか着てってください、うんうん、ね、とフェスとかにね、例えばこう、はい、セラコさんのしぐれさんとかが出られるようなフェスとかに着てって、うん、なんか、あ、他人の曲で大盛り上がり T シャツ、あれ？あれ？イヤホンじゃんみたいな感じにね、ちょっと差を見せつけることができると思いますので、はい、とか、まあ、イヤホンにこれ着てもらって、これを着ながら視聴するっていう、あ、大ファンですね。そうです、イヤホンも好き、ね、うん、確かにありがたいですね、はい、おすすめの、はい、かわいい T シャツです、まあ、こんな T シャツがですね、はい、発売もろもろ近づいてるんですけども、はい、じゃあその辺の話も、はい、こちらは完全受注生産となっております、はい、で受注の締め切り日が10月25日までとなっているので、うん、まあ、10月25日までにぜひ、はい、はい、ご予約ください。お願いします、はい、でその発売が11月18日、うん、なんといいイヤの日、いいイヤの日に発売となるので、素晴らしい、
ぜひぜひですね、ぜひです、あの記念の T シャツ、はい、完全にもう来年は出ないので、そうです12周年だし、そうなんですよ、そうです、なのでぜひゲットしてください、お願いします、はい、価格がですねこちらのイーヤホン12周年 T シャツが、うん、3000円、はい、でこちらのピエール中野さんコラボ T シャツが3500円となっております、はい、よろしくお願いします、お願いします、でサイズはですね、うん、S、M、L、LL と4サイズの展開になっているので、うん、まあ好みのサイズだったり、まあ、自分に合うサイズでお選びいただけるかと、ね、はい、思います、よろしくお願いします、はい、 T シャツの商品ページについては概要欄の方に貼っておきますので、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください、はい、はい、というわけでイヤホン12周年記念 T シャツ、そしてピエール中野さんのコラボ T シャツのご紹介でございました、はい、お相手は大先生こと工藤と谷美久でした、バイバーイ。